あ、どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。作曲家の、近藤浩平です。野村誠です。田口元平です。ピアニストの清水です。はい、よろしくお願いいたします。まあ、若干チラシにもプログラムはいろいろ変更になることがございますと書いてあって、まあ、ある程度予想通りというか、いろんな都合が発生して、そのプログラム、チラシに書いてあるものもやるし、それと違うものになったり変更になったりもしてますが、今お手元にございますプログラムに、そしてこの曲順に昨日のリハーサルを経て決まりました。で、でそれぞれの曲の解説を書くところまでは全くたどり着けないほど、作曲者が出演して演奏する曲が多くなりまして、解説を書くよりも練習みたいな感じなので、本日は、我々がそれぞれ曲の前に、解説を、解説というか、まあ、どういう曲かってことを口頭で申し上げる形で進めようと思います。それで今日なんでこういうコンサートをやることになったんですか？こういうコンサートをやる。3人でコンサート、うん、3人を含むコンサートっていうのは5年前の現代音楽協会の関西支部のコンサートでやったんですけど、その時はもういろんな作曲家の方の曲があったんですが、この3人と清水さんっていう、この組み合わせはね、野村さんと僕とは結構、そうですね、深いやつで、田口さんは、まあ、その5年前に曲を演奏させていただいたこともありますし、去年ちょうどフィリピンに一緒に行った中でもあって、そうなんですね。だから去年ちょうどホセ・マセダというフィリピンの大作曲家の生誕100年ということで、ホセ・マセダ記念シンポジウムに参加しに行った時に、まあ、田口さんとも、いや、また何か関西の作曲家として何かできたらいいねみたいな話をしながら、いつになることかみたいな感じでしたら、あっという間に近藤さんが企画をタタタタタッとして、なんかあの、そうですね、フェイスブックだったかな、そうですね、インターネットは、ほんで機会があったら何か一緒にやりたいですねとか言って、何かやり取りしてるから、これはじゃあ機会作りましょうって言ってから作ろうかな、それができた以上引っ込みがつかないということで、今日はそうですね、清水さんのを中心に、でも清水智美パフォームズ野村誠近藤浩平田口元秀っていうタイトルですけど、実は清水さんだけじゃなくて我々もパフォームズっていう最初のチラシの企画とはまた、本当は清水さんの関西のピアノリサイタルを実現しようっていうのがあったんですけど、なんかみんな欲張ったあの人も何かやってもらえるかもしれない、まあ、そういういろいろ報復合戦で、それやらされるならこれやらせてもいいよみたいな、なんかそういうのがあってこういうのいただいてますと。じゃあ、まあ全体の説明は、まあ、こんなところで、じゃあ1曲目の方、はい、じゃあ我々は、はい、席に、はい、1曲目はあの週末は晴れの予報って言って、まあ、天気良すぎて客が来ないぐらいの天気になりましたけど、これは左手だけで弾く短い、あの僕にしたら珍しい超爽やか系の曲です。では
ゃあ次の曲は、野村の、相撲分助曲っていう曲でしてですね、それで、これはどういう曲かっていうことをちょっとだけ説明させてください。これ昨年作ってたんですね。それで、そのお相撲をテーマにしたコンサートを去年両国にある両国モンテンホールというところでやって、両国アートフェスティバルというところでありまして、それでさまざまな作曲家が相撲をテーマに作曲したんです。で、池部慎一郎さんも書いて、僕も書いて、寺島陸也さんも書き、渡辺俊也さん、鶴見幸男さん、宮山智子さんだったりとか、いろいろな方が、相撲テーマにした曲を書いて、僕も書いたんですけど、その企画が大変変わった企画で、相撲もピアノも実際に客として見るだけじゃなくて、弾いてみるとかやってみることで分かることがあるっていうことをすごく歌っていて、それで、僕が各方で頼まれたのは、横綱ピアニストに挑戦するための、素人の人が参加する枠のための曲っていうことで、その挑戦者は簡単な方のシンプルなメロディーのパートを弾いて、プロの人はなんか難しいのを弾くっていうので、4分ぐらいの曲を作れっていうお題をいただいて作った曲なんです。でこの曲は、お相撲の、矢倉太鼓、上でタンタンスタン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 スタンタンタタンタンタンタタンタタタンタンタタンタタタンタンタタンタンタンスタンタンタンスタンって叩く太鼓のリズムがあって、基本そのリズムで作った曲なんです。で、そのリズムを聞いた時に、あるミュージシャンの人が、この太鼓なんかブラジル音楽みたいやなっていうふうに言ったミュージシャンの人がいまして、そうかと思って、これはすごいシンコペーションで、すごい複雑なリズムなので、喋っていいですか？すごい、ね、そうなんです、喋っていいですか？あのね、実は僕もそうなんですけど、その相撲の太鼓のリズムがすごいかっこいいので、あれを聞きながら譜面に書き起こそうと思ったことがあるわけですよね。で、タンタンスタンタンタンで、二拍子で、タンタンスタンタンタンドンドン、結構裏、これ裏だな、これって言って、どっかに行くとパターンが何か見えてくるだろうと思うと、なんか延々とわからない複雑なリズム、これはアドリブかなとか、途中で投げ出したわけです。で、投げ出したんですけども、2年前に高砂部屋の呼び出しの国尾さんって方に太鼓のリズムを教わったら、その謎が解けて、どういうリズムパターンになってるかが分かったんですけども、その謎だった時のダン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 って聞こえてた、そのリズムの、でも今相撲の通りのリズムをやるんですけども、の気持ちを大切に作った曲です。それでいいでしょうか。で、ちなみに相撲文って新聞の文で聞くって読むようにして、相撲文助曲というタイトルにしております。大丈夫ですかね、これね。はい、じゃあよろしくお願いします。
怖い。予定では野村作曲のベルハモ祭りだったんです。で、清水さんに弾いてもらうっていうことだったんですけども、僕いろんな楽器の曲を書くときにいろいろあるんですけども、ピアノっていうのは自分も弾くんですよ。だからこの幅のは届くとか、この幅は手が届くとかっていうのはなんか考えずに書くんですね。なんかこう三味線の曲を作るときとかになると、三味線でこの和音届くのかなみたいな、こことここって届くのかなみたいな、これ多分届かないかもとか、自分で弾かない楽器の方が注意するんですね。いや、こことこことここは届かないかもしれないとか、実際に三味線があれば、あれだし、なくてもこの音ここでこの弦でこれだし、でもピアノは自分で指届くからてか弾いていくことが、この方は弾けると思ってパッパって書いた書くんですけども、今回お送りしたベルハモ祭りも結構その僕ぐらいのサイズ以上の手の人を想定した曲で、清水さんそれを結構無理して頑張って弾こうとして、されてたようなんですけども、やっぱりこれは自分の手の大きさではちょっと曲を改訂してもらわない限り無理だっていうことがありまして、でそれで差し替えて何かを僕が弾きますということに昨日なりましてそうですね。それでとりあえず商品集というか、別に未完成商品集なんですけども、日本民謡集を趣味でいろんな民謡をちょっと1ページアレンジをするっていうことを、誰からも頼まれてないんですけど、自分のちょっと趣味でこうやってまして、今年の正月とかもなんか前メモってたものを少し上書したりとかしてるうちに、もう一曲アレンジしとこうかなとか、空いてる時の、趣味の民謡っていう感じであるので、その12曲をちょっと弾かせていただこうと思います。ということで、よろしくお願いします。
な場所っていう部分なんですけど、あのピアノのソロの11曲からなる曲です。で、まあ、僕はあの山登りしますので、まあ、日本の田舎の方へうろうろ行くことが多いんですけど、まあ、割とこうあの有名な山登り尽くしたから、なんかこうちょっとマイナーな山行って寂しいところで、なんかあの観光地とかみたいな、観光地じゃなくて、なんか和歌山県の山奥のこうちょっと寂れた国道で、隣の谷筋は温泉があるけど、こっちは寂しい国道、なんか林道があるだけとか、それから国道でもなんか四国の方のなんか地元のまあ林業の人がたまに通るかなみたいな、こう寂しい国道とか、それから今日まあ昔だったらあの山の中行くとね、結構こう炭焼きがあったり、こう人がいっぱい住んでたんだけど、今すごい人が減っちゃってるんで、なんかこう昔は栄えたような村とかね、なんかそういう廃村があったりとか、いろいろそういうとこがあって、ちょっと寂しいとこがあるんだけど、そういった寂しいこう観光地じゃない田舎の山の中の道とか、それから山の中歩いててもなんか決対な場所、地形のとこやなみたいなとこがあるんですよね。なんかこう谷の降りていったら、普通こう谷があったらこう合流性大きい川になっていくじゃないですか。なんか川があったら横も尾根が低くなっちゃって、なぜか隣の谷に水が流れ込んじゃってとかね、なんか変なとこがあったり、地形ってね、なんかあって、地図見てたらこれな、どんな場所だろうなってみたいなとこがあったりするんですけど、まあそんなところとか、だからあのだいたい割とあの日本の田舎行くと、まあ工事現場みたいなとこでも意外と出稼ぎの人が行ったりするから、ちょっとこう南から、なぜか日本の田舎なのに急にブラジルっぽいリズムが出てきたりするけど、まあ結構日本の田舎行って、なんか林道の工事してたら、なぜかそこはの販売行ったら、なんかブラジルしたらおっから来たおっちゃんがいたとか、なんかそういう風情もあったりするような、こう日本の田舎の姿みたいな音楽です。で、最後の曲が割と間が持たないので、ちょっと変わったことをします。では今
Thank you.
コンサートの、チラシを
ご覧になられた方もそちらのチラシですけども、そちらの裏側にあの清水さんのプロフィールが書いてあるんですけども、あの普通の、 そのただのピアニストっていうよいうだけじゃなくて、あのラジオの DJ されてたり、あのポピュラーの、デュオのグループでボーカルされてたりとか、こう何かそういうクラシックとか現代音楽 の、 あのピアニストの活動にとどまらないいろんな幅を、持っておられる方なんで、ちょっとあのそういうなんかいかにも現代音楽とかいかにもクラシックとかいうのからちょっとはみ出したのを作ってたら面白いんじゃないかなと思いました。これで、清水さんはあの地元が、神奈川 の、 あの湘南なんですけども、で何か湘南ゆかりの素材をと思っていたら、明治大正ぐらいにあの、活躍した、添田善坊っていう、演歌師と言われる仕事をしてあった方がいるんですけど、まあ、あの政治風刺みたいなのをこう歌に乗せて、いろいろ演説調にあったりとかいうようなあの人たちのことを演歌師っていうんですけども、その人がたまたまあの、清水さんと同じ湘南地域の、出身の方だったんで、その人のこうあの歌の素材を、使ってこういろいろ組み替えて何か面白いものが作れないかなという、発想のもとにやってみました。それでは、お聞きいただきます。5年、神奈川県大磯の農家に生まれる。明治18年、上京し東京深川の叔父の家に住む。18歳の時、横須賀で宗師節と出会い、演歌手としての活動を始める。その後上京し、自身にも作詞作曲を手掛けるようになり、人気を得、生涯で約180曲の歌を作り、その多くは大いに流行したが、実家の借金や事業の失敗で大磯に戻るなど、多くの挫折を経験した。新聞事業が失敗し、茅ヶ崎に引っ込んでいた明治38年に、知人の依頼によって書いた「ラッパ節」は、その分かりやすさと面白さが大衆に受けて大いに流行し、熊本スタイルを提供するきっかけとなった。翌年には日本初開業に参加し、この曲の歌詞を解説した「社会主義ラッパ節」を発表した。昭和19年にも過ぎに媚びず、下達を願わず、毎日筆を取って新しい流行歌を作っている。ごじゅかるは何です？ダイヤモンドが違います。かわいい振らせドドン、かわいい先生の作曲に、旅と光るは何です？シャンペンが違います。かわいい包丁の血の涙が持ったら、
の油を汗ドドッドドどうせ精神のさっぱ向きひがみっこ光るわな顔面が違いますかわいい子供血の涙ドドッドドは、15分取ります。4時20分から。